どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでクロノトリガー続きやっていきたいなと思いますね。前回ですね、まあちょっと森のイベントとちょっとルッカの、まあ、壮絶な過去とか、あれは回避できるのかちょっとですね、まあちょっと調べたかったんですけども、まあここは1周目なんでね、まあ、ネタバレなしでやるとまあ決めているので、まあちょっとね終わってからかもう一回あそこ戻って、まあセーブデータあそこのとこだけ残してあるんで、でまあちょっと何回かちょっとやってみようかなといずれ思っておりますんで、次行くんですけども、見てこれ戻ってきたんだけどまだやってる。そうやってんのか、過去だもんね。ちょっと胸が切なくなるわ、これ400年やるんでしょ。さあ、で今回はね、分かってるとこから潰していこう。でなんだっけ、ビネガーの館が、うん、あんで、ここだよね、ここだよね。だからねえ、ほら時の賢者さんにさ、なんか助けてくれる人がいてどうこうで、多分これも言ってたじゃん。なのでちょっとここに今回ちょっと行ってみようかなと。さあ出てきた、ウェルカム。ここは大魔王ビネガー大魔王になっとんぞ大魔王に昇格しとるぞ、こと。おぴょまたお前たちか。そうね、もう大事な主を殺されてるからね。さらばだ。あ、待った、これ魔王連れてきたらどうなんだろう。ちょっとやっていい、ごめん、ちょっと一回今んとこやり直すわ。さあということで一回ちょっと電源落としてですね電源落としてですねちょっとま、もう一回やり直しました。で先頭にちょっと魔王を入れてみたんで、ちょっと変わんのかなこれで。ちょっと見てみたいじゃんね変わんないかな、そんな細かいとこまではないか、わかんないけど、一緒行ってみよう、ちょっと行ってみようぜ。さあどうなる、いるよね。さあ一旦どうなる。そう、来ましたよ、ウェルマガン。ここは大魔王ビネガーの、変わる、お、おぴょ、ここまで一緒だよね。あなたも、あ、変わるんだ、やっぱり。細けえ、細けえな。来た、いい身分だな、ビネガー。怖い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 、何を言われるか。魔族の世を引き継ぐために戦いを捨て、人間どもに媚びへつらうあなたなぞ、もう我らの方ではない。お、すげえ、あ、変わってる。なぜ我ら、なぜ我らを裏切った。ってことはこれあれなのか、なんだっけ、なんか騎士の霊がどうこうで、と現代どうこうって言ったじゃん。あれはサイラスだと思うから、まあ、違ってたらあれなんだけど、カエルにした方がいいってことか。とちょっとちょっと違った、何こう、この会話が聞けるとか、そういうのあんのかな。まあいいや、とにかく進んでいこうじゃ、しつこいやつらめ、こうなったら。マヨネー、あ、来た、死んだんじゃなかったんだね。僕っ子だ、久々の僕っ子だよ。はい、あなたも呼んだ、あたよか。あら、これは、あ、やっぱ変わるんだね。これ違ったらだ、やっぱちょっとすごい細かいね。あら、これは魔王様、どの面下げて来られたのかしらね。人間の味方するような裏切り者は、このお姉さんがお仕置きよ、ということで、大魔王ビネガー様は下がってて、大魔王になってるんだ。あの、ナメック星人。ちょっと大魔王本当になったんだね。さあ、お仕置きですよ、ということで、これもしかしてあれなのかな、2連戦、ま、この後にもう一回続くのか。さあ、何だったっけ、強くはなってるんだけど、ダークボム。まあ、いや、何かちょっと様子見ていこう。ウォータが、さあ、戦後、めちゃくちゃ強えな。めちゃめちゃ強くなかった今、ダークボム。あれ、今、一人技だよね。めちゃめちゃ強いじゃん、魔王。そら強い。あー、ちょっとそんないかないな、ダメージ。ここはあれだね。ちょっとカエルと一緒に二人技使っていこうか、じゃあ。魔王はダークドーム、ボムめちゃめちゃ強いじゃん。まあ、ごめん。なんか、ただの範囲技だと思ったからさ。これ線出せるね、ダメージね。で、連携で、刃の時決めるか。一人でこのダメージってやばくない？あ、もう終わった。僕っ子弱え、めちゃめちゃ弱かったんだけど僕っ子。黒のレベルが上がった。死んじゃうの僕っ子。キー、悔しい、覚えてらっしゃい。あ、行っちゃった。なんであいつらで、なんでこっち見ながら逃げていくの
こっち見んなよって感じなんだけど、こっち、あーこれなんかいいのか、またか、このまたやんのあれ。 Nice to meet you ちょっと待って、いで我が忍びたち、わしが魔王城から持ち出した宝物を取り返そうとする子たこやつらをボッコボッコにするのだ。何、魔法、魔王城、あ、来たー、これなんだったっけ、こいつらなんだったっけ、なんかあったよね。まあ普通に苦痛状攻撃していこうかそう、いや俺一生思ったんだ、うんと思って、俺落ちんじゃねえかなって思ったけど、お間抜けかい、お笑いキャラかこいつら。ビネガーピンチ、もう仲間にしてやろうよビネガー、もう仲間にしできないの、もう。じゃ倒すのかわいそうだからやめとこうぜ、もうなんかちょっと、だからちょっと若干愛おしさが出てきたわ、なんかさ。でまたいる、またもうちょこちょこ出てくんな、まだ追ってくる気か。なんか宝物がなんかって言ってたね、あそこの魔王城から。ソイソー、あーそういえばいた、ソイソーも。お呼びになられましたか、これまさか。いやなんかちょっと今ふと思ったんだけど、これ最後何、3匹でかかってくんじゃないの、じゃあそんな気しない、なんかそんな気しない。諸君を仰いだ方と剣を交えるのは不運意ではあるが、やっぱこれを魔王だね。ちょっと次なんかやるところのやつはちょっと会話変えていこう。あ、でも会話変えていこうってノーマルの会話を見たことがないから変わったかどうかわかんないんだけどでもこれは変わってるよね確実に。覚悟はいいか、さっきのさ僕っ子いるじゃん、僕っ子あれだったよね。あ、やっぱあれなんだね、あのなんだっけ、こっちは2人はさ変えるとさ、2人はね技って出るんだけど、あ、連携って出るんだけど、魔王だけはあれだね、技って出るから、やっぱわあすげえ、やっぱ強いな魔王、やっぱ魔王は連携できねえんだな、これで言うと。ほらだって魔王だけ出ないでしょ、ほら。ダークボム強いね、ダークボム。 X 切り飛来心いくね、1000、一人で1000出せるって、うわもう弱っこれあれか、魔王の城にいた時と同じ感じのやつかな、それぐらいの強さかな。いやだってまたこっち見て逃げるでしょ、くっ抜かったわ。あーこいつは違うんかい、お前はこっち見ないんかいお前は背中向けるんかいさあで、あー困ったかよ、もう Come on baby。 あーなんか待って、ヒュー引っかかったな、やばい、死ぬの、ハイエーテ、ハイエ瀕死瀕死なの、うわガチの瀕死やないかい。ヒール、これいっぺんに回復するやつ、まだ単発でいっぺんに回復するやつ持ってないよね、まだ誰もね。二人技だよね多分、なんか範囲ケアルガ的なやつだったと思うんだよね。この茶番はいつも、あーやっぱりそうなりますよね。夫婦3度目の正直、今度はそう簡単にやられんぞ。ビネガーパンツ、マヨネーラブ、ソイソー刀2ってなんだそれ我らが身につけたこの必殺アイテムで貴様たちを、これこっからは強いでしょどう考えても、こっからは多分、うん。さあ問題はちょっと待って、1匹ずつはなんかちょっと167、範囲攻撃飛来心、ちょっとまずいや、普通にちょっと1匹ずつ、なんか誰を倒したら、いやーミックスデルタやっぱり、うわー三角系のやつは強いでしょ。いやわかんないけど、まあ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 そんなにか、ヒールでちょっと持ちこたえられるかなぐらいか。それだったらさっきの砂漠のところの骨の方が強かったよね。やばい、これでも連チャンで来られるとちょっと辛い、ちょっと辛いね、ちょっと辛いから、ヒールでこう回復しながら3人技で以外にまた単発でこいつら攻撃してくんのか。まず魔王はひたすらダークボムでいいから、
やべえ、攻撃されてる。かつての職人に何ちゅうことしてくれるんやこいつら。でヒール使って、で黒のはちょっと少し MP 回復しよう。やばいやばい、結構ちょっと3人 OK、 ちょ3人技だから1匹をちょっと倒せたら3人技使えなくなるのか。そっか、だから 1匹ずつちょっと、やばい、ちょっとカエルがちょっとやばいな。待って、ちょ待って、技じゃないアイテム使おう。困った時のラピス。ラピス、俺あんまアイテム使わないんだよね RPG で。でこのラピスは便利だね。さあ技を使ってヒールまで一回行って、ちょっと黒の回復させようか。あそこの宝箱があれが宝物ってこと、そういうことだよね。やばい、なんかこれ倒す順番もちょっとあれなのかな。やめてカエルが、だやめて、ちょっとカエルちゃん死んじゃいそう。やばいやばい、ちょっとほんとマジやばい。オッケー、ちょっと待った、カエルが、カエルだけがやばい。まあいや、ビネガーをまずはちょっと、グレートビネガー、名前か、スーパー、あ、名前が変わってる、こいつら名前変わってる。アイテムでラピス使って、まあひたすらちょっとダークボムでこれだけちょっとヒールにしといて、さあ一匹ちょっと落とさないと。あ、でもこれ魔王入れてよかったね。ちょっと単発で1000って結構なダメージじゃん。やばい、ちょっとカエルが持ちこたえない。カエルだけちょっとあれしよっか、この後単発攻撃が、カエルだけちょっとKRがで15回復させて、なかなかちょ上のちょっとね MP が少ない。やー、なんか変なの来たな。やめて、攻撃が当たらなくなるとかじゃないの、多分そういうことだよね。さ、黒なんだけどちょっと待ってね、アイテムってスーパーエーテルだけ使って、でケアルガを覚えてるから、ケアルガでまず自分のちょっと回復して、ダークボムね。ちょっとな、黒のとな、ま、なんか魔王となんだかすんげえ強い攻撃でもあったらよかったんだけど、よし、これで一旦いける。オッケー、で黒のがこれでちょっとまた倒す順番間違ってんのかな。あれ消えた。80技ポイントをゲットしたんだけど、魔王のレベルが上がった。マジックバリアを覚えた。あれなのかな、それかあれかな、魔王がなんだろう、2人連携する技をまだ覚えてないってことかな。あ、待って、スーパーがいなくなっちゃったけど、なあほな、また消えてったぞ。さあ何ですか、惑わずの帽子。あれ、これ前出たよね、スピードリング。あ、スピードリングって初めてじゃない？スピードリング、スピードリングってなんだ。サラの守り、いやこれはちょっとあれだな、スピード素早さが上がるってだけか。で装備で頭、あ、これ一緒か、ロック帽子とかあんのか。でも頭だけだったらエターナルメットってあるね。まあ いやちょっとさ、セーブポイントがないからちょっと何とも言えないんだけどさ、ないな、これまだ、いやあるな、ちょっとあるな、もう一戦ぐらいありそうな気配がするね。ちょっと回復じゃなくてアイテムで、誰か今ないやつある、ミドルエーテルで MP 少ないのか、ちょっと魔王かよし、ちょっとだけ回復しとこう。ちょっとわかんない、なんかもう一回ぐらい来そうな気がするんだけど、ない、ちょっと来た、ほらいる。あー、なんか後ろになんか変な、なんかあるな。魔王様、あくまでわしを倒そうとされるか、共に戦い魔族の世界を作ろうという夢は嘘だったのか。うん、私の力が欲しかっただけだ。ん、私は力が欲しかっただけ。お前にも聞こえるだろう、黒い風の音が。わしは負ける。いやー、なんかまたちょっと強くない、やばい、失敗した。ちょっともうちょっと回復した方がよかったか。どうした、殻にこもったよ。なんだ、やばい、火がない、火を攻撃、いや火ができない。どこを狙ってるバカめ。なんだ、まあいいか、どうしよう。ちょっと火がないな、やばい、ちょっとどうしに
どうしよう。あ、ちょっと火がない。待った、しまった。ルッカか、これ。ルッカを入れなきゃいけないのか。ちょっと待って、雷入れてみようか。ちょっと一回、ちょっとわからん、ちょっと範囲攻撃が、ちょっと待って、あ、忘れた、持ってるわ。そうだ、使えんじゃん、火。ちょっと一回ちょっと回復しよう。いけた、いけた。なんか後ろの、あ、なんか後ろにダメージが入ったぞ。あ、なんだ、ちょっと全然わかんねえ。ひょー、引っかかったな。あ、アディオスアミーゴ。これあれか、あれ攻撃しちゃいけなかったってこと？またかい。どういうこと？ちょっと待って、あそこの、あれどういうこと？あれボックス攻撃できるんだよね。できたよね。ガがない。ま、にゃんにゃーん。そのスイッチは、にゃんにゃん。ちょっと落ちてたぞ、落ちてたぞ、あいつ。こいつ仲間にしてあげようよ、もうこいつ。3人ちょっと仲間に戻ったってことか。あれ、いない。どこ行った？あれ、どこ行った？あれ、いないよ。いませんよ、いませんよ。あれ、どこ消えたん？本当に何もないんだけど。これなんか行けるとこが、あれ真ん中のボックスなんだろう。これ本当終わりかな？これカットか、ここ。あれ？これ行けないもんね。これ終わり？あいつ何？倒したこと、あれが終わったことになってんの？あ、なかった。マジックカプセル。絶望の鎌。絶望の兜。絶望のマント。これがお宝って言ってたやつか。装備できる？あー、6ぐらいか。絶望の兜。あ、これ結構上がるね。これでいいのか。これで終わりか。あれ、ビネガーさんたちはもうこれで終わりってことで。ビネガーどこ行ったん、あれ。いいのかな、これで。何もないもんね。何もないもんね。これで終わりか。まあいいや、じゃあ、わかんない。なんかあんのかもしれない。どっかで会って、これ降りちれないもんね。まあいいや、ちょっと行こう。こんなずっとやってても仕方がない。んで、次は、ちょっと一回ちょっと、じいさんとこ戻ろうか。じいさんとこ。なんかちょっと、多分その、なんだっけ、魔王になんかやられた霊かなんかあるって言ってたじゃん。霊かなんだかんだっつって、無念の、多分あれサイナスでしょ、どう考えたって。あれなんだっけ、どっか、中世じゃなかった、現代だよね、現代。現代だから一回ちょっと戻ってみて、さあ、で戻ってきたから、ちょっと話を聞いて、お前たちあのラボスに戦うつもりじゃない？それはいいんだ。いい、それはいい。まだ。あ、もしかしてもうバケツ突っ込んだら戦えんのかな？まあ、いや、ちょっと、わかるやつだけ、途中でわからないやつはもう諦めるから、うん。で、そしたらもうクリアしてからちょっと少しやろうと思うし、くれぐれもお前さんちだけでは戦わないことで、そう、わかってる。貸してくれる。まずね、これね、未来か。未来の時代、機械と生まれたふるさと。これ、あれか、ロボか。未来だから。原始から未来、すべての時を股にかける、日の光を集め続ける石。これ、あと、2個やったから、あ、終わったらこれもう出なくなるんだ。中世で魔王に敗れ、現代までさまよい続ける。これ多分これなんだ。だから現代ってことか。中世で幻と言われた、あ、4つあんのか、まだ。自分の時代のことならお前さんたちの中でも知ってる者がいる、おるじゃろう。聞いてみるがいい、だって。待った。んでもって、じゃあ自分の時代ってことはこう聞いてったらわかんのかな。あ、やばい、これは違うか。これだと、
今頃どうしてるのかな父上。そっか、一回帰ったりすんのか。ちょ待った、一回一回ちょっと聞いていこう。チェッつまんない、あんまりお腹泣かせんじゃないわよ。だって古代ラボスのエネルギーを以前使っていた太陽エネルギー、太陽エネルギー、ラボスに立ち向かうにはおあつらえ向きかもしれないわね。太陽エネルギー、あ、なんか出た。なんか出た、俺あそこ知ってる。太陽エネルギー、あれが太陽エネルギーなんだって。太陽エネルギーってあの日の当たるなんちゃらかんちゃらってとこか。あそこがそこなのか。機械のふるさと、私にも生まれた場所があるのでしょうか。そうか、これでヒントがもらえんのか。ここだ、覚えとこう。なんだ、ヒントあるじゃん。そう、お前が見てなかっただけだろって、すいませんってことは魔王がここにいた時に日の当たる、黒ラボス戦うエーラの村、強い防具あるぞ。強い防具があるんだって。エイラ連れてか魔王さあね、カエルに聞いてみよう。色男はつまら、つらいな、死ぬことも守らないなんて、さまよう騎士の魂、まさかな。さあ出た、ヒント出てる、ヒント出る。さあここだ、あそこに行けってことだよね。今どこだった、中世っぽかったってことで、まずはじゃあもう一回か。ちょっと先にどれからやろうかな。ちょっとカエル連れてこう。カエルない、待った、これ焦っちょ、待って、これなんだ、それ忘れて来てなかったね、これね。さあ一回来たんだよねこれね。あ、来た、てペンダント光った、ペンダントから光が。そうだよ、ここ来てなかった。これ何なんだこれ。あ、違う、思い出した、なんかの神殿かなんかで今はいけないんですみたいな感じだったよね多分ね。なんか出てきた、またヌーだ。封印は解除されました。リの賢者が作った宝物を与えよう。右には力を生み出す武器が、左には生命を守る防具がある。どちらが己に必要なのかよく、あ、待って、千三、うん、一十百千、まあ、13,000円の時は長かった。ガッシュ様、今、ガッシュ様か、おそばに。ああ、なんか切ないなー、なんか、ほんと。いや、毎回言うけど、若干やっぱ長と思い出す。消失を、武器が欲しい。やっぱり武器が欲しい。ツバメを手に入れた。左なんだったんだろう、左なんだったんだろう、けど、左なんだったんだろう、なんだろう、ツバメってことはちょっと名前的に武器って言ったから黒のかな。7か、素早さがプラス3だって、かっこいいね。あ、防具なんだったんだろう。いやでもやっぱり武器がいい、やっぱ物理が強い方が好きだから。まあまたこうやり直す時にでもまたね、まあ、ルッカのイベントもやりたいからもう一回やらなきゃいけないから、まあその後にでもちょっとでもって、さっき言ってたところはどこだろうね。あ、なんかある。こんなんあったっけ。これあれか、魔王が仲間になったとこか。あ、なんかある。いないなら経験が止まれればいい。これあれか、なんだっけ、中世かどっかであれだっけ、あの虹色の貝殻探したやつだっけ。あれ、こんなとこあったっけ。あ、
これだ、あった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 、北の廃墟あった。発見しましたぞ。あ、襲ってきた、襲ってきた。ここだ、間違いない、サイラスだ。やばい、サイラスがいきなり出てきた。でもそんな強くない。あ、ミス。あ、見て、ツバメ色が変わってる。ほら、武器の色が。あの、何気に変わってんの結構好きなんだけど。あ、攻撃当たんないんだけど。また、また、物理だからダメなのか。物理だから、魔法使う、魔法。あ、止まった。血、剣が効かないとは。レン。レン？サイラス、俺だ、グレン。グレン。あ、思い出してる。ぬぐおーっつって、なんか記憶は蘇ったんだけど。あ、ちょ待った。魔法が効かないってどういうこと？魔法じゃない。魔法が効かないじゃない。武器が攻撃が効かないってことは、魔法かなんかをやったらいいってこと？ちょ待って、ちょっと待って。もう一回戦ってみようか。ちょ、回復しよう。よくわかんねえな。な、今何だったのあれ。ヒールで回復して、なんだこれ、よくわかんねえな。もう一回ちょっと戦ってみようか。魔法を入れろってことかな。ちょ、魔法をまず技で、まあ、サンダがウォーターがゼロ。あ、ミスじゃなくなった。ゼロ。でもなんか後ろ向くようになったね、さっきと違うね。アレイズ、アイスが、なんだこれ、ダメージ入んないな。二人技か。シャイニン、あ、シャイニング、いや、わかねえな、なんだろう。ギャイバウォーター、全然ダメージ入んない。なんだこれ、何が効くんだ。火か、火が効くのか、違うか。ミス、物理は効かないことは間違いないのか。でも魔法なのか、じゃあやっぱり。いや無理なんだよ。回転、アイスウォーター、アイスガソード。はい、なんだ、に、なんだこれ、わかんない。ち、剣が効かないとは。レン、いや、さっきと一緒だ。俺だ、グレンだ。わかった、おそらくわかってんだけど、ダメだ、いけない。こっち、あ、違うとこがあんのか。なんだここ、穴が開いてる。穴が開いてるから、あれ、なんだろうな、これ、これわかんね。ここって場所どこ。やばい、がっつりカットの予定がしてきた。ちょっとなんか、北の廃墟行くつも、ん？行くつもりない、あそこは地下はあち、ん？あちこち痛みが激しいから危ないわよ。あ、なんか会話がある。幽霊が出る、出るね。あ、大昔の砦の跡がある。もう廃墟になって何百年もなるという話じゃ。奥様聞いたざますか？北の廃墟の幽霊が出るって噂。あら怖い。この世に未練がある幽霊たちが集まるんざますよ、ああいう場所には。ちょっと情報収集しようか。わかんねえな。黒の夢はっきり見えるわい。明日も晴れるじゃろう。そんな使い方すなよ。北の廃墟には渦巻いている400年もの間蓄積された怨念が、ちょっと誰か、400年ってことはあれか、中世の時にはあるってこと。
中世か、あれ中世にあんのかな、中世にあったっけあんな建物。なんかいろいろやったらいきなり出てきたのかな。ちょっともうちょっと、ここは、いやいいや、待って、ちょっともうちょっと情報収集、酒持ってこい。人が気持ちよく飲んでるのに大工が酒飲んでるのに何が悪いってんだい。さあ、あなた知ってる、あの幽霊の話してます？なんだ、待って、聞かせて。いいえ。昔立派な騎士の姿の石田幽霊が出るんですって。ホラーの話よね。ほい。街の我らみんな、カルディア王国の青年さんに遊びに行ってしもった。これだから最近の若いもんは。さあ、何か偉大な、マトの墓があるんじゃが、そんなマトが虹の貝殻という宝だけを、ああ、そう、過去に行くんだね、だから。過去に行けってことか。ってことは、なんかこれ一旦過去戻んのかな？ちょっと待ってね。過去に戻って、まあ装備もほら一旦さ、森の方のやつあったじゃん。あれをちょっとどうにかして、森のところにさ、で、なんかほら、強い武器あったじゃん。ないよね、民家。うちの店主と来たら酒場で飲んだくれてばかり、今度ガツンと、おお、まあこれ違うな。僕も、大きくなったらパパみたいな大工になるんだ。だって、待って、どいてくれ。ちょっと、ないね、今んとこ何にも言ってこないから、ここ、いや、なんかでも言ってんだよな。でも400年前って言ってるから、よし、ちょっと400年前戻ってみよう。あった。あったよ。あった。廃墟あった。あ、でもさっきと違う。いないもんね。あ、なんかあるな。過去に戻ってきてからなんかしろってことか。そういうことか。じゃあ今回はですね、ちょっとここら辺で、まあ多分過去戻ってきたから多分ここで何か、まあすんのかななんて思って、北の廃墟ここでもね。さあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価お願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。